やばい、あの私ちょっとこの後あのテレビを見ないといけないのでテレビ見ます。この後ね謎解きのね特番あるんで、そう謎解き日本一決定戦、それさ、さっきも話したんやけどね、予選今日本戦が放送される、最終予選まで残ってたの。うん、数万人って謎解いて上位300人までが出られる最終予選まで残ったんだけど、そこで一気に8人にね絞られるという、8人に入ればなスタジオ行けたんだけどな TBS。 なんでちょっと今日観戦組ですわ。いやあれ惜しかった。なんでまあちょっとテレビ見ると黄色い服の女がいると思うの、前の方に。それケンピです。なんか知んないけど一番前の席で一番なんか目立つ場所で飛ばされた黄色い服の女が、でもし出たらね、あーケンピ本当に会場にいるよって思って、そんな感じでよろしくお願いします。はい、稼いでるな。いや違うよ、これただの選手権やから0円やで、0円おわー、いやーまあまあちょっと見ててくださいよければ。インタビューとかされなかったんですか？インタビューはね、友達とか恋人で受けに来ていたやつらがされてたよ。まあまあそういうことですね。はい、まあそういうことですね。みんなで謎解き最高っつっててケンピその角の方でこうやってやってたあ、やっぱ友達が多いやつが勝つんやなと思って、うん、ケンピは一人で戦うもんねって、うん、よければ見てくれそんな感じ。はい、ではちょっと私はテレビ見てく。みんなありがとうね、急だったのに配信ちょっと急だったけど久々に雑談できて楽しかったです。それではバイバイ。